最近ペコラッチともね、やっぱ話すこと増えたからね。そう、なんかそういうそれこそレッスンだったりとかで話すことも増えて、楽屋で一緒に弁当食ったりね、そう3期生みんな食べたりとかもあったりでさ、ペコラッチ痩せた、なんか痩せたらしいんだけどさ、団長ね、なんか女の子の痩せた太ったわかんないの実はあんまりわかんねえよ。え、ペコラッチはペコラッチョっていう、なんかもういい、なんかあんまりわかんねえ、鈍感だからさ、なんか別になんかいつものペコラッチョだなと思って見てたなんかルシアがすげえペコラッチョがなんかもうあのなんか骨とかはじゃねえけど、なんかぺちゃくちゃぺっちゃんこの絵みたいに描いてたじゃん。なんだあれは。そう、ちょっとチラッと見たんだけど、とにかくペコラッチョがもう本当になんかもうめちゃくちゃにガリのガリになったみたいな言っとったけど、なんかあんまり団長はね、わかんなかったの。なんか普通だなと思ってた。うん。ただ団長はね、筋肉が増えたと思う、ペコラッチョ。うん。団長、筋肉マイスターの団長からすると、筋肉が増えたね。うん、多分ね、筋肉が増えて、あのいつも以上にね、耳の動き、そう、うさ耳の動きが激しかった気がするめちゃくちゃピクピクしてたから、多分筋肉が増えたんだな。そう、筋肉が増えました筋肉マイスターだから。で、マリンも増えたね。マリンも筋肉増えたんじゃないかな。そうで、マリンはね、なんかちょっと太っちゃったって言って、なんかダイエットするって言って、でも笑うのがさ、そのさ、楽屋にあるなんかそのチョコパイみたいなのがあるんだけど、でなんかね、え、チョコパイ食べるマリンみたいな、なんかもぐもぐしてたらさ、え、先生はねダイエットしてるんでって言って、その行った30秒後ぐらいに、え、やっぱもらおうかなって言って食べるの、え意思弱みたいなめっちゃ意思弱くてしかもなんかダイエットするって聞いてさ、それ結構ちょっと前、前々回ぐらいのさ、レッスンだったりしてさ、前回のレッスンとかさ、普通にさ、せんべいとさ、チョコパイ食べてさ、甘いのとしょっぱいのは最高だなって言って、あれマリンと思って。でもね、団長でもマリン、なんだろう。全然ね、その太ってないと思うし、なんかムチムチしちゃうのがマリンだなって思うから、全然いいと思うんだよな。なんか、マリンね、本当にね、お尻が大きいんだけど、そう、ナイスバディなんだけどね、なんかいいな、そう、女の子らしくてええなって思って、なんか不健康、そう、健康診断にね引っかかるとかだったらあれだけど、そう、見た目的にさ、そんな太ってないならいいじゃないか、ムチムチはいいぞって思ってる。そう、そんな感じでいます。うんそう、なんかね、そう、船長は健康的な感じがいいよなと思って、そう、むちむち助かるよな。うん。